厚生労働省は17日国が承認した新型コロナの抗原検査キットをインターネットで販売できるようにすることを決めました国の承認を受けた抗原検査キットは医療現場での使用に加え薬剤師が使用方法を購入者に説明することを条件に薬局での販売が特例的に認められています17日に開かれた厚労省の専門家部会は 発熱外来が逼迫していることを受け承認を受けているキットについてインターネットでも販売を解禁することを認めました販売の際には薬剤師がキットの適切な使用方法や議員制の可能性について購入者に説明することが義務付けられネット販売の場合はメールやビデオ通話が使われる見通しです